万歳受号日記は、室町時代前期の第五次座数であった、万歳の日記、星信院受号記とも、記名は、本来なく、いずれも、公人の命名による。自筆本の大部分が現存し、欧米18年1月及び、同20年から同29年までの牧古本11、軸が国立国会図書館に、 欧米30年から影響7年までの冊子本38冊が第五次未保院に所蔵されるほか、一軸が東京大学資料編纂書に、一冊が京都大学に所蔵される。巻子本が当年の愚中歴を用いて覚書のような簡略な記述を行うに止まる一方、冊子本が白紙や保護文書の支配を用いて消滅な記事を残していることから、 おそらく満載が日記を書いていく過程で、次第に記事が増えたために暦に書ききれず、途中から改めて差しを用いることになったと推測される。満載は、将軍、足利義持、義則のご地蔵として禁じしたので、初期には上彩祈祷の記事が多いが、やがて国威の最小と称されるごとく幕政の数密にも、携わるようになると、幕府内外の政治、 外交の機微に関わる記述が豊富となる。また、満載は将軍と官僚以下の諸大名との意思疎通の役割を果たしていたため、守護大名の複雑な動向を伺う上で格好の資料である。当時の記録としてサダフサの関門日記と双壁をなすが、彼が好奇心から噂話までも書き留めたのに対し、満載は情報を客観的に捉えようとし、 直接関与、見分したことにのみ記述を限定しようとする、自制的な態度すら認められる。したがって、資料としての信憑性は、極めて高いと言えよう。当代きっての学僧、文化人であるゆえに、将軍、朝廷から民衆に至るまでその見識は広く、室町前期の年中行事や世相、文化、思想を知る上でも欠かせない、根本資料である。漢本としては、 京都帝国大学文科大学総書4、俗文書類従法1の2種が出版されており、校舎の方が比較的普及しているものの、誤字、脱字がまま見られる。なお、冊子本には方向集の書状など840通余りの支配文書があり、これらも第二本古文書第五次文書別集として帰還である。ありがとうございます。